終わった。インポスチャーキチャー。さて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 、今度こそ。おお。あ、よし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 。ちょっとエレクトリカルのタスクできなかったんですけど。僕もリアクターの覚え芸途中で妨害されちゃいました。リアクターの覚え芸は続きからできるから頑張ってください。恨みの表現。そこはね。いやでもね。リビンにもインポスターにもちょっと迷惑みたいな感じ。もう二度とボタンさんから。営業買いまくってしまう。ボタンさん。いいですか。はい。はい。エリジーさんが今日の動きと、はい、なぜその動きをしたのかっていう理由もつけてできれば伺いたいな。射程ポイントタスクしてて停電したので、うん、なんだっけ、エレクトリカルが向かってて、でボタンを押すのかなってサントさんがいたので押すのかなと思ったけど、あ押さないんだと思って、じゃあ下行って行こうって感じで動いただけなんですけど、なんかありました？私視点微妙に時系列が出てあるんですけども、私 O2 のところで停電になりました。停電のところ向かってて、はい、ウェポンから出て、エレクトリカル向かうときにカフェからウェポンに走ってくる LG さんが見えたので、私視点は停電中に逆走に一応見えました。いやいや、してない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 、あの普通にウェポンからまっすぐ向かった。カフェパーからウェポン入ったの千早さんじゃない？あ、違う、それは初手だよね。それは初手で、千早さんが O2 でいるのも見ていて、トータスさんが横にいて、トータスさんを置いてサントスさんと一緒に出てきましたよ、僕。多分ほぼ同タイミングだったと思う、動いた時は。うん、でその後停電から俺ボタン押す直前に千早さんとすれ違ったと思う。普通に見間違いだと思います、それは。うん、誰か別の人。じゃあ、千早さんとリジさんをローラー。せめてそれならサントスエリジじゃないですか、それは。ああ、でもそうか、サントスさんもあるから、サントスさんもローラー。ちなみに私は視界暗くて、トータさんがいることを今話聞きまで知らなかったです。僕はだってそれでしたか、のシューティングのところにトータさんと一緒にいたんでって話です。うん、最初。トータさん側からはどうですか？はい、いてましたね。ああ、じゃあ。すげえ、誰も知らない。じゃあ、まあ、5秒で説明しますね。まあ、あんまり自分で言うのもあるけど、ずれてたとか、あれはあるんで、はい。大丈夫です。まあ、全然疑うほどでもないです、千早さん。危ない危ない危ない。2票入っとる。ボタンの裏にですね、これは、多分。そうです。紅白です。お、よし、頑張ろう。ファーストブラッドは、わしが取るんや。ありがとうございます。ナイスでーす。ナイスーナイスーあー、このボタンはいい。途中だったんで、サントスさんに投票します。ちょうどエレクトリカルの、タスクが終わったタイミングでボタンが鳴ったので、トータスさんに投票します。そこじゃ対立ですね。ローラーってことですか？ローラーかっぺや。でもこれ、インスタがかわいそうなくらい。人が固まってましたね。固まって、うん、見てましたけどね。ちなみに押した流れみたいなのありますか？
あります。まずぐるっと回って、あのロアからロアアッパーカフェ、最後アドミン前でセンターサップス違うまで結構な色の人を見たのと、最後アドミンにセンターサップスもう一人ぐらい入ってるから、あ、ドニキ、ドニキさん。はい。アドミン情報を見っぱなしの状態でボタン押しの状況が作れるかなと思ったんで、仮に死んでても詰めれるかなと思って押しました。なるほど。あの1個気になったんですけど、はい、ちょっと独身貴族に聞きたいんですけど、はい、何でしょう。リアクターのあのボタン押すやつやってたでしょ、多分。やってましたね、うん。遅すぎないと思ったっすね。一回失敗して、一回失敗すると最初からになるじゃないですか。仕様が良くないですね。普通からできないっていうのがね、面白かったのが思いました。バグ報告しましょう、運営に。バグですね。ちょっと いけないと思う。確かに。マシャカリとほぼ同時に始めて、マシャカリ先に終わった後、その後始めたチャゲさんが来て、チャゲさんが終わった後に出て、あの終わったんで、あれと思って。恥ずかしめないでくれ、頼む。あ、じゃあ OK ですね。ありがとう。はい。それだけ気になりました。はい。ずっと伝ってんなと思って。まあ怪しい。いつも怪しいのは確かに。そうな。間違いないんだけど。怪しんでくれても構わない。その方が、ね、プライドが保たれる。何これ。お前入れたろ、俺に入れたろ。お前俺に入れたろ。入れてません。ちなみに俺サントスターに入れてないかね。これ誰なサントスターに入れてる。まあ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 。いいじゃないですか。すかああ、でも切り替えた。次、コミタマでもするか。すいません、トータスバグってます。はい、ゾニキさんボタンの死者なしです。はい、ゾニキボタンを死者なし。素晴らしい。あ、いいですか？アドミン、あ、どうぞ。はい。あ、どうぞ、あ、どうぞ、どうぞ、アルマさんからどうぞ。あ、いや、僕、本当しょうもないことなんで大丈夫です。はい。あ、私もしょうもないですけど、チャケポヨさんがアドミンで弁当の上に立ってるのを目撃してから永遠にストーカーされてるんですけど。殺される気やん。なんで、いや、別に立ってるのを目撃したとき、なんでそんな追い回すんですか？いや、なんか、ちょうどなんかこう、ベントの方からこう移動したら、サントスさんがこう、ヒュッとすれ違ったんで、なんか、ベントから出たって勘違いして、こう、うまいこと逃げ回ってくれるかなっていう。おにっぽいって感じで。それ何毒なの？何の駆け引きなの、それ。何の、私、押してるからさ、押してるからあれもできないしさ。死ぬほどチャゲさん怖と思いながらさその瞬間見たかも面白かったちなみに弁当入ってないですアドミンの中の弁当の上にずっと立ってアドミンに入った瞬間になんかチャゲさんがあまずいとこ見られたみたいな感じでヒュッてこっち近づいてきそうと追い回されてる大変じゃんめちゃめちゃ怖いんですけど警察官ですよそんなことするわけないじゃないですかアルマさん何か発言したいことあいやアドミンのアップロードやってるのを見てるのにボタンを押されたんでゾニキさんに入れましたってだけですああそれはしょうがないわボタン押してるの誰でしたっけ消費者ゾニキさんあその前です、ね、トータスさんサントスさんゾニキさんの順になりますあんまり言わない方がいいよあマシカリさんはあのボタンを押した、ね、押してない人を優先的にキルするってあったじゃないですかね、うん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 、今言った後にあやっちまったと思ったあいやいやまあまあでも本心なら別にそれは、うん、いやもう純粋です
純粋です。あ、純粋なインポスターって感じ。あ、違う違う、なるほど、純粋なさん、このクロールおかしいな。純粋ならあとですね、もう。あ、マジンブーみたいな感じや。言い返しと。あ、違うわ。ちょっと首が痛いから声が出ない。マジンブー出せない。インポスター純粋。首が痛いのガッテリアへ戻ります。誰も死んでないんだから。ソニキさん、あ、一票、一票入ってる。あれ、キルスタンだと思ってたな。一瞬キルボタン光ったから。やめようか。ヤゾニキさん、キルスタンだったな、今。つかな。死に、いい。アドミン、皆さんも死んでる。はい、チャゲボヨです。アドミンのアップロードぐらいのタスクのところで、うんうん、サントスさんの死体がありました。そう、カメラ見たらね、肉片ギリギリ映ってました。あ、リアクター鳴ってる、鳴る時にね、見たら肉片ギリギリ映ったんで。はいはい、え、アップロード、あ、そうか、左側か。はいはいはい、感じですね。ね、私サントスさん、トノジの時にいる時にサントスさんストレージにいて、でセキュリティのカメラが消えたんで、セキュリティ見に行ったら死体はなくて、で、あ、死んでないんだと思ってセキュリティ覗いたらサントスさんの死体があったので、なんでアドミンからセキュリティ行く間、私が直で行く間に、まあ、ドア遮蔽何度もされてますけど、その間に救されてます。なるほどです。アドミンに入ったってことですか、鈴木さん。あ、はい、アドミンのトノジに行って、でその時サントスさんが下にいて、でセキュリティのランプが消えたんで見に行って、で誰も何も死体なくて、ね、セキュリティ覗いたらサントスさんの死体転がってたんで、リアクター無視して下回りで、サントスさんのとこ行ったら途中レポートって感じです。あ、ってことはセキュリティ、え、待てよ、僕を目撃した人は誰なんだろう。それが千早さんってこと。その話を総合すると、セキュリティ覗いてた人います？一瞬 LG 見ましたけど、その時はなかったかな。あ、じゃあ、あれじゃない、セキュリティで死んでんじゃないですか。あ、いや、セキュリティは、私が覗いて、あ、そっかそっかそっか。なので、なかったです。はい。あ、そっか。だから、セキュリティでは死んでないけど、カメラを覗いてたのが千早さんの可能性が高いってことです。ですね、あ、そうですね。ランプついてたので。あれ、でも、僕メッドメイド上通って、ストレージで合流した時かどっかで、あれ待ってよ、なんかおかしくね、あれ、僕アルマさんと僕が直しましたよね。一回目っすよね。あ、一回目？あ、いや、一回目も二回も僕と先端さん直してるんですよ。二回目ボタンを押していただきたいです。ね、あれ？お願いします。ゾニキさんどこいたんだ？おかしい。すみません、ちょっと整理しますね。作りをした方がいいな。ハイペースで進めないとやばい。昼はできない。ありがとうございます。あ、すみません、ボタンなかったです。はい、すみません。あ、そう、ごめんなさい。先に一言だけ。ごめんなさい。
アルマタスク終わったんで、今回怪しかった人についていきます。だけ、はい。ああ、なるほど。リアクター鳴ってて直して、そこでレポートでしたよね。時系列的には。終わったタイミングぐらいだったと思いますね。最後のリアクターの、そうですね。直した瞬間ぐらいのレポート。なんか僕、あれなんですよね。リアクターで一人だけアルマさんが待ってたから、あ、じゃあもう、アルマさんがカメラ見てくれたんだと思って一緒に直したら、アルマさんカメラ見てなかった僕で、えってなってて。僕一回も、まずセキュリティに入ってすらないっす。そう、だから、トイキさんがカメラ見た後、はい。はい、何してたんですか？え、ずっと。いや、もうカメラ見て、死体が転がってるのに気づいて、そっから下回りで、サントさんの死体をレポートしに行ってました。あ、逆走したってことですか？ティアクタ無視、はい、ティアクタ無視して。レポートですね。あ、で、レポートゾニキさんでしたっけ？いや、レポートはチャゲポヨです。あ、そんと、あ、途中でっていうのはそういうことか。あ、はい。で、個人的には、リンネさんとトータスさんの動きがちょっと気になってます。あ、多分、ね、トータスさんは白だと思う。ウェポンに2人でいて、そこからトータスさんリアクターの方に出るから、僕はそれ後ろから見てたから、トータスさんは多分できないと思います。あの、リアクター中とリアクター終わるまでずっと右側周りから回ってたんですけど、その時チャゲポヨさんと一緒にいたので、チャゲポヨ殿とわらわには行動、反抗はできません。ナビゲーションからどう取りましたっけ？下回りでしたっけ？下回りです。下回り、下回り。だったら本当のこと言ってると思います。奥上いたんで。アルマが、リアクター2回目と1回目の間にエレクトリカルでタスク1個やったんですね。その後、下に出た時にエレジーさんが、ロア側からストレージ方向に向かっていってたんで、結構僕はエレジーさん怪しめに見てます。うん、エレジーは、その後、ストレージの下のゴミ捨てのタスクやってる時に、リアクター2回目かな。なって、それで向かってる時に、ロワーのあたりで、さっき言った逆走するゾニキさんを見てますって感じですね。アルマさん終わってんだったらエレジーさんアルマさんでいいんじゃない？ペアすんなら。あ、そうしますか。そう、てか時系列的にゾニキさんのカメラ情報的にはそのすれ違ったのとエレジーさんができそうなのかっていうのを調合すれば、もうちょっと見れそうですけどね。とりあえずついていきます僕。はい、お願いします。どうすっかな。ドア閉めがちょっとおろそかになってるな。アドミン見てるだろうからな。じゃあアドミンを切り捨てなかった。やってと。お疲れ様です、はい。はい、カフェテリアとウェポンの通路のところでマシャカリさんの死体発見です。とりあえずアルマエレジのペアは無理です。あ、そうですね。はい、お互い無理だと言います。で、アドミンに入ってくるリンネさんを見てるんで、はい、リンネさんの動画ちょっと気になるかですかね。ワルバのルートは、あれ、ちょっと待ってくださいね。記憶が飛びました。記憶が飛んでますね。でもわらはやってません。本当です。下から来ました。下から来ました。下からなんですね。下から来ました。やべ、シールド側かロア側かはちょっと。あ、下から。どうですか、下からっていうのは。ストレー…あ、コモンズタスク あのサポダージになった時に、右ウェポンからこう回ってコモンズタスクの方を見に行って、うん、一緒に来ました。そっからぐるっと回ってアドミンって感じですね。僕いや、めちゃくちゃだって治ってめっちゃ時間あったじゃないですか。その間何してたんですか。まあ結構ありました。そっからコミュからストレージアドミンってことですか。うん。いや疑わしいのは分かってます。でも違うんです。本当タスクとかやってた。やってました。タスクをやっておりました。ふふん。そうです。
ただどっちにしろリンネさんって最初のキル両方無理じゃないですか。あ、そうなんですか。そうですチロシの目もう一したいってどこにあるんでしたっけ。結局あのアドミンサントスさんと、はい、誰もわかんない、誰もわかんない、セキュリティ疑惑ではあったと思いますけど、でもでもセキュリティってあるじゃない、うん、ゾニキさんが見てから言ったから違いますね。だからそうだったらセキュリティ分かんないんですよね、場所が。ですよね。だから、はい、初日のキルができないって言ってたのは、チャゲポヨさん、リンネさん、チャゲポヨさんできないって言ってたと思うんですけど、チャゲポヨさん、おリンネさんは、まあ、サントスさんキルは難しいかなっていうぐらいですかね。まあ、80% 難しいかなっていうぐらいで。まあ、だいぶタスクも進んでますし。うん。うん。あ、チャゲポヨ、もうタスク終わります。見つかってよかったな、むしろ。リアクター3キル。ありがとうございます。ロア今キルフラッシュだと思ったら違ったんだ。キルクール的なのと先端さんだけ見えなかったんで、ちょっとワンチャン死んでたら嫌だなって。あ、アドミン見ててロアでなんか2チェンってあったんで絶対死んだと思って向かってたらなったんで誰も死んでなかった。あれですね、ロアは3人くらいがうろうろしてたんで多分ちょうど僕とゾニキさんあたりが通過したタイミングじゃないですかね。はい、あ、かもしれないですね。で行けそうじゃないですか。行けそう。頑張ります。行けそうですね。はい、うん、そうですね。私はエレクトリカルの警備員をしておきます。はい。はい。お願いします。終わったので。を守る警備員したいと思います。警備員、警備員。警備員の警備員。さん結構黒目見てんだけど。あ、マジか。じゃあどうします？なんか。こうしてやれば。あ、いや別に大丈夫です。警備員の警備員。警備員オブ警備員で全然。大丈夫。はい。あ、トータス、あのタスク終わってます。はい。あ、ゾニキももう終わってます。あとタスク終わってないのって。はい、我はです。3つぐらい残ってます。頑張ってください、リンネさん。頑張ります。終わりました。今回はゲージ的にちょっとあってそうですね。三ゲージです。学びました。あ、はい。あ、学びます。あら、あら。あらら。あらら。いや、違います。切る間に合わなそう。これもう一択だな。あのみ、俺か。ドア閉めしないとな。どうしたらダメだしな。殺さダメだからな。負けでしょ。LED さんかよ。あ、キルじゃないのか。警備員の警備員がいる。
レジさんがしかも、めっちゃレジさんと会う。あと1か。ありがとうございます。見事、素晴らしい。ナイス。どういうこと？びっくりした。サンキューしました。強すぎ。アルマさんめちゃくちゃナイスだったんだよな。惜しかった。アルマさんうまかったね。マジでナイスだった。これはインポスターがうまかった。あー、申し訳ない。ナイスです。レジさんすごすぎて申し訳なかった。いやいや、マジで。めっちゃ殺しに行こうと思った人が全部 LG さんで、ああみたいな感じでめっちゃ目が合って。最後の経緯言うと、一応、セキュリティでアルマさんを殺した後、キルクール開けるの待って、コミサボ鳴らして、コミサボ鳴った後、トータスさん殺して、あとセンターさんが殺すの待ってたみたいな感じでした。ナイス。でも、お始めとかありがとうございます。いやー、ナイスっす。いやー、タスク、怖かったね。そうですね、もう遅すぎて申し訳ない。すごい。ナイスです。ちなみにアドミンをキルしたのはどっちですか？ LG さんです。あ、僕です、僕です。見られたら死体見つけると思ったんで殺そうと思って殺しました。うまい。あ、しょうがない。いやー、よかった。やっぱでも初動のインポスターの思想だよね、やっぱり。あれでも動きはちょっとトイレ行ってきます。あの、ただ本当でしたよ。あ、僕もトイレ行ってきます。いや、普通に動機ずれだったのか、逆走してるみたいな。多分そうと思います。動機ずれか。多分逆走したのはあれだと思います。ウェポンと O2 間の逆走じゃないですか。いや、カフェウェポン間だから多分動機ずれっすね。あ、マジですか。あ、じゃあそうかもしれないです。ちょっと後でアーカイブ見直してみますけど。いや、僕センターさん結構白だと思ってた。リアクターめっちゃ最初から毎回直しに来てたし、なんかアドミンの方で死んでるんだったら無理じゃないかなって勝手に思っちゃうんですよ。3キルずつですかね。かな、多分。僕がやったのが、ウェットベイのチャヤさんと、アルマさんと、トータさんかな。だから3キルずつです。リンネさんのタスク、応援してる幽霊、みんなにリ幽霊が応援してるのに、なんか、リンネさん迷ってて可愛かったですよ。申し訳ない、もう本当に、生きるサポタージュなんです、我々はタスク遅すぎて。生きるサポタージュ。生きるサポタージュ。申し訳ない。あ、みんな幽霊応援してる。トータさんが言ってたあれか、アドミンの3と3キルですか。あ、もう、まあ、いや取りた。あ、ウェポンも通関か。失礼しました。ウェポンも通関かな。逆も。じゃあ僕でしたね。ああ、コモ思いだったな今回。まあ、シャカリ3キル。いやーよ。シャカリはウェポンの方でセンターさんに交差。センターさんだった。いやー強かったです。マギリス。レジさんとゾニキさんだと思ってたな。あれ見られてなかったか。ゾニキさんのアドミに行ったんで。え、千早さんは結局。出てそうって。はい。どこでお亡くなりに。メットベイ。メットベイでした。はい。メットベイです。メットベイか。いやー全然ポスターキャットな。あ、そうか、カメラ、そうですね、途中からすもんね、みたいな、そらそうか、わかんないか、そら。あの、サントスさんの死体をアドミンで見つけちゃって、僕が。仕方ないから、ストレージでタスクしてて気づかなかったってことにして、リアクター合流しようと思って、知ってきました。うん、でも、時間的に疑われちゃったから、もうちょっとアリバイうまく作りたかったなって感じでしたね。うん、あれ、アトタさん、あの、サントスさんキルの話ですか、アドミン。ああ、そう。あれは僕が。あ、そうか。なるほど。すごい。やって弁当使ってセンターさんにさ殺された時ってさ、多分この字くらいで一回あったじゃないですか。で多分どっかで弁当使ったんすか。センターさんぐるっと回ったんすか。なんかこの字で一回センターさんとって、その後アドミンで会ってセンターさん今日一回会ったよな、あ、また会ったと思ってゆっくりって書いて。もうあったかな、あの時使ったかな。結構でも今回も徒歩でも行けますよね。そう、どっちだったんだろうと思って多分使ってないか。で今回でもめっちゃ弁当使って、ゾニキさんがボタンを押した時に弁当から出てゾニキさん殺そうと思った瞬間押されたんで、あ、終わったーって言ってました。あ、へー。そうなんだ。エレクトリカルからも出てきてましたもんね。バンバン使ってましたね。あ、そうそうそう。めっちゃ使ってた。ゾニキさん気づかなかったんですか。あ、そうだ、ゾニキさん、そうだ、にそうだ、あの門番してて僕。あ、いや、あれなんか元からいたのかなと思って。途中からリアクターから向かって何のための門番だよ。笑うわ。リアクターから勝手みたいな、たぶんゾニキさんボタンなかったか。ボタンなかったから、そうそうそう。ボタンもなかったですね。で、多分あのもうインパスはうまかったっす。うん。うまかった。モンバンよくあのくないですね。いや、モンバンよくないよくない。モンバンモンバンはセキュリティのとセキュリティのモンバンはありだけども、エレクトリカルモンバンは多分二
人いてもちょっとよくあのそうですね、よくね持ってきましたね、うん、いやーちょっと、うん、もう絶対余裕だろうと思って、あの大好きだった見つからない企業に一回してくれたから、いやーいやー運が良かったです。そのドア閉めとかが本当はありがたかったです。全然手出してなかったそう、僕カメラつけてそのランプって消えたら見に来てほしいアピールしようと思ったんですけど、あそうですね、つける前に誰もいなくてカメラつける前に殺して小見さんも鳴らすしかないなみたいな感じでしたね。本当に素晴らしい、うん、素晴らしい、秋葉さんマジ上手かったのや、オーバー MVP だってマジ死にながら言ってたんですけどもね、そうタスクも早いし、そう銀次さん釣りも止めたし、いいとこでめっちゃボタン押したしで、いや本当に、うん、ありがとうございます。すごい毎日やってるだけやろみんな毎日やってるでしょ。あ、そうだった。忘れてた。そうだった。あ、もう一戦いきますか。ラストで。お、やった。はい、もう一戦。はい、お願いします。お願いします。お願いします。